よーし、ケナタロ今日何してるかな。何の撮影しよう今日。ん、おびっくりした。なんか泣いてるんだけど。おい、ケナタロ、ケナタロ、ケナタロ、おい、うるさい、うるさいよ。どうしたの家の前で。しかもなんかめっちゃ泣いてるし。お兄ちゃん、あのね、学校の友達にね、かっこいいとこ見せようと思って TNT を丸飲みする練習してたの。そしたら間違えて爆発しちゃった。何してんだよ、ケナ太郎。まあでも死ななかっただけさ、ありがたいと思った方がいいよ。いやでもしかも、ちょうど近くに置いといた俺のスイッチも、学校の教科書も全部爆発しちゃった。最悪の一日だよ。まあ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 、でもね、まあそういう日もあるよ、たまには。とりあえずさ、ケナ太郎元気出して、今日も遊びに行って撮影とかしようよ。いや、俺はいいや。お泣きながらお風呂入ってくる。バイバイ。嘘でしょ、撮影は。どうも TNT 食べたことある人は高評価完成でーす。いるのかな TNT 食べたことある人。てなわけで皆さん、今のね流れ見てもらったら分かると思うんですけど、ケナ太郎がなんかゲームや教科書を失っちゃってマジで悲しんでます。あんなケナ太郎見たことないってぐらい悲しんでるんですけど、僕としてはね、なんとかしてケナ太郎をね元気つけて、あの撮影とかね楽しくやってもらいたいんで、いいやん思いつきました。よいしょー、見てください。あ、変わったかな。ってことで本日は逆、超優しいエンダーマンのふりして弟を救えー。今からね、この可愛いエンダーマンにね変身して、まあ、ケナ太郎にねいろんなドッキリを仕掛けていきたいと思います。もちろんね、ケナ太郎が喜ぶドッキリです。ってことでね、早速始めていきたいんですけど、このねケナ太郎チャンネルもね、ケナソユチャンネル毎日投稿頑張ってるんでね、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。ってことで早速ウィッチコン。よし、じゃあ早速この姿でケナ太郎に会ってみるか。で、仲良くしたらね、ケナ太郎も友達できてね、喜んでくれるはず。じゃあ行きましょう。あれ、開かない。あれ、あ、もういいや、怖そう。はい、あ、いたいた、ケナ太郎いた。気づけ、ケナ太郎。あ、ケナ太郎、なんで、なにこのエンダーマンちっちゃい。なんかあげるか、なんかステーキあげよう。え、なに、ステーキのありがとう。ちょうどお腹空いてたんだよね。え、待って、しかもエンダーマンなのに目があっても攻撃してこない。ってことは友達になってくれるの。そう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 、仲良くしたいんだ、ケナ太郎。うわー、やったー。で、今日から友達ね。なぜいとこ、名前はあるの。名前、名前どうしよう。名前ないんだけど、なんかないかな、アイテムで。エンダーパールあげよう。え、エンダーパール投げてきた。まさか名前パールくん。とりあえずエンダーパールあげた。パールくんやった。もうパールくんでいいや。あー、パールくん、やったー、仲良くしよう。なんかさ、うんうんうん、新しい友達できてちょっと嬉しい。なんかさ、ちょっとお腹空いたからさ、ご飯食べに行かない。お、ご飯食べに行くんだ。行こう行こう。これね、なんか4ヶ月前からずっと置いてあるんだよ、このホットドッグ。汚な、もうカビ生えてるやん。俺がさ、好きなピザ屋さんあるから、ピザ行こう、食べに。お、ピザ屋なんてあるんだ。え、壊されてるんだけど、ドアが。あ、やば。犯人どこ。なんかこっちこっち。はい、バーでもでも。あー、着いたー。こっちこっちこっち。着いた。うわー、なんかめっちゃ並んでるやん。これが俺のね、ピザ屋、ピッツァパーティーってとこ。ピッツァパーティーってとこなの。やばい、今日もめっちゃ並んでる。並んでる。え、なんか、長いなー。なんか見たことあるキャラが何人も並んでるけどな。てか待って、ケナ太郎これ並んでてもさ意味なくない。これケナ太郎が作ったさ NPC だから。これこのままじゃ一生並んでて永遠ピザ食えんけど。長いねー。長いねって、こんな感じで、ケナ太郎いつもおままごとみたいなことしてんの？ハッピーで気をつくして、永遠好きな時間で。おー、チェーンソーマンやな、それ。もういいや、ケナ太郎これ一生ピザ食えないから、俺がちょっと、ピザ屋の中に入って、盗んでくるか。よいしょ。よし、入れた入れた。こう使って、エンダーパールで、こっそり侵入して、ピザを、よいしょ、ピザと、コーラあるね。これ持って。よし。よーし、来たぞー。ピザ持ってきたよ、ケナ太郎。ピザ持ってんの？まさか並んでるから俺の代わりに取ってきてくれた？取ってきたよ、取ってきた。うわー、ありがとう。優しい。じゃあこれ一緒に食べよう。パールここ置けない。置けない。パールここでいっか。おい、地べた。俺じゃあコーラも、はい、コーラも渡して。コーラもありがとう。いただきまーす。おいしい。今まで食べたピザの中で一番おいしい。おー、よかったよかった。だってパール
くんが作ってくれたんだもんね。ちょっと言っただけやけど。ね、食べきりなよ。よいしょ、はい、食べきった、食べきったよ、ケンタロウ。おいしい、おいしい。あ、おいしい、おいしい。あー、よかったー。やべ、やべ、やべ、よいしょ、あ、やばい、めっちゃ壊しちゃった。何してんの、何してんの、ハールくん。やばい、やばい。大変やな。元大統領です。ただいまー。よっしゃ、家に帰った。あのさ、なんか俺ご飯食べたら眠くなってきちゃったからさ、2時間ぐらい寝るね。俺寝るのかい。おい、嘘だろ。でも昼寝から起きたらもうすぐ洞窟探検に行ってダイヤいっぱい見つけるチャレンジするから、はいはいはい、2時間後にここに集合ね。2時間後もし1秒でも遅れたら、その黒い体に白のペンキでバカヤローって50個書くからね。やば。おいしい。あいつやばいな。勝手に洞窟誘っておいて、遅れたらペンキでバカとか書くとか、やば。はい、ということで皆さん、取り残されたらけなすいです。この2時間暇になったんで、面白いドッキリ考えつきました。まずはちょっと今日ね、探索しに行く洞窟に行きます。はい、ということで皆さん、着きました。洞窟に先回りしたんですけど、何をしていくかっていうと、この見てください。今回ね、このダイヤモンドを使ってね、ドッキリしていくんですけど、見てくださいね。この地雷のダイヤモンドを今回用意しました。これが地雷ダイヤモンドで、こっちが普通のダイヤモンド。もう見た目何もわかんないでしょ。ですが、これをね、踏んでしまうと大爆発するダイヤモンドです、これ。なのでこの爆弾ダイヤモンドを使って、こんな感じでダイヤモンドでこんな感じで埋め尽くしておいて、ケナ太郎を喜ばせます。まずこんな感じでいいんじゃない。こんな感じで、あとはこの中に爆弾ダイヤモンドをね、忍び込ませます。これ、こことか何個か置けばいいでしょう。よし、これぐらいでいいんじゃない。よし、置きました。これでね、ここに僕がね、エンダーマンのふりして、ケナ太郎を誘導してね、大爆発させていこうと思います。ってなわけで、レッツゴー。無理でーし。おーい、パーレー。お、ケナ太郎の声か。おーい、来た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 、ケナ太郎来た。いた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 。うわ、何この防御。おい、パーレー、15場所家だぞ。家だったの、知らなかったんだけど。ちゃんと覚えててね。ごめんなさい。見て、この防御すっごい、青かっこいいでしょ。かっこいいって言ってこう。はい、かっこいいです。この青は自分のね、皮膚を剥いで作った。防具意味ないやん、自分の皮膚剥いで防具作ったら。まあ俺はね、皮膚再生するからね。再生するんや。鉄に行け。おー、いいね、鉄。まさかと思うけどさ、今の2時間休まずにさ、洞窟探検先にしてたの？あ、先にしてたってよ。うなずいとこ。そうなんだ。なんかいい場所とかあった？あったら紹介してよ。お、いいね。来た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 。これでいいから、あのダイヤの場所をさ、紹介したらいいんじゃないかな。ちょっと待ってよ。その前にちょっとケナ太郎を喜ばせたいから、ここら辺にちょっと隠れて。ペンギンいでよ。いでよ、ペンギン。ペンギン出した。よし。ペンギンいるぞ、ペンギン。喜べ。パールくん？こっちこっち。あ、いたいた、来た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 。あ、いたいた。ペンギン見つけたよ、ペンギン。あ、ペンギンいる。え、待って、でもペンギンって南極とか北極にしかいないって見たんだけどな。どこの空の洞窟いるのかな。偽物？え、ペンペン、ペンペン。やばい、疑われてる。本物？本物ですよ。偽物だ。あ、飛んだ飛んだ。え、ペンギン飛んだ。こっちノブだ。やったがやったがいい。やばいやばい。おい、やばい、ペンギンがかわいそう。ちょ、ベビースケルトいっぱい出そう。よいしょ。待って、いたいたいた、頭の上乗っちゃった俺の。あ、うわ、ケナ太郎もう弓だらけじゃん。あ、倒したぜ。大丈夫だった、パールくん。しぶといな、こいつ。もうしょうがない。ダイヤのとこまで。あ、だだだ、ダイヤだ。ここだ。こっち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 、こっちこっちこっち。なんかある？うわ、うわ、ダイヤだ。ケナ太郎いけ。今日見つけたの？すげー。いけー、どっかに爆弾あるはず。ケナ太郎、さあ爆弾当てろ。ケナ太郎いっぱい取れ、いっぱい取れ。なかなか気づかんぞこいつ。あ、うわー。ケナ太郎、わー、マジかー。クリーパー来ちゃった。大丈夫だった？大丈夫、クリーパーやと思ってるやん、ケナ太郎。よいしょ、はい。うわー、めっちゃ爆弾だらけじゃん。最悪。ケナ太郎、はい、続いて。ありがとう、ありがとう、ありがとう。取ってあげたから。カオリン拾ってくれたの？うん、優しい。優しいね、やっぱりパールくんは。俺の唯一の友達だよ。唯一の友達になってるんだけど。消火活動手伝って。あ、あ、まだあったんだけど。ねえ、さすがにクリーパーいすぎじゃない？なんかした？ケナ太郎まだクリーパーと思ってる。何もしないってとこ。行こう行こうって。もう気をつけないと。ねえ、ゆっくり行くんだよ。じゃあ、なんかクリーパー出てくるから。そしてここをダイヤの壁で埋める。ケナ太郎、このダイヤの壁で埋めて、
から覗いとこ。もうダメだ、マグマが多い。これダイヤ取るの断念しよう。ねえ、何が起きてんの？なんかしてるでしょ。やばい、バレちゃったな、バレてるかな。パール君、ちょ、ケンタ太郎の前にこのダイヤのブロックを置きます。よいしょ、はい、ケンタ気づいて。え、なにこれ、ダイヤ用意してくれたの。作戦成功。いいよ、入れないそこ、入っていいよ。なんか壊すなよ。おい、まさかこれ壊したの？パール君、入れないから壊しちゃったんだよ、ごめん。入れないもん、ここほら、ほら入れない。体がでかいのか。じゃ仕方ないよ。見て見て、今日ダン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 、ダイヤこんなにゲットした。おお、めっちゃダイヤあんじゃん。やったね。ってか視点がやばい、視点がなんか窓から見てる。てかさ、最近さ、めっちゃ嫌なことがあってからさ。なになになに？なんか TNT でさ、友達をびっくりさせる練習とかしてたらさ、なんか家が爆発しちゃったりとか、もう本当に悲しいことがいっぱい起きて、だからさ、俺むしゃくしゃしてから、もういっぱいいろんなことしたの。お兄ちゃんのゲーム壊したりとか。え、知らん知らん。俺思ってるんだけど、なんかお兄ちゃんがね、いつもね、俺にドッキリ仕掛けてくるの、動画で。おー、今仕掛けてます、はい。もうだから、それの最高だって言って、おー、いろんなもん盗んで、メルカリに売ってる。おー、もうネタバラシしてるよ、お兄ちゃんの前で、この子。だからね、それがね、最近楽しくて、何盗もうかなと思ってるんだけど、なんかいいのあるかな。ないよ、盗むなよ。もういいや、ケンタロウ、こいつやばい。俺アニメ見てくるからさ、また暇な時あったら遊ぼうよ。じゃあ、はい。アニメ、アニメ、アニメーション。はい、皆さん、緊急事態です。なんか知らないんですけど、ケナ太郎がなんか僕にいろいろやってるそうです。全然気づかんかったんだけど、このエンダーマンのふりしてやっとわかるっていうね。もうケナ太郎怒ったんでね、最後にね、最強のドッキリやっていこうと思います。それがまずこんな感じでレールを引いていきましょう。レールを引いて、よし、こんな感じで穴も掘ってあるんで、このレールにケナ太郎をまず乗せて、で、この穴の中に、よいしょ、見てください。やばいやばい、来てきた。ナーガをスポーンさせます。やばい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 、やばい、そんな潜…行かないで行かないで、そっち。よし、急げ急げ。で、ケナ太郎を呼んで、ここにね、ダイヤモンドのツルハシ置いておきましょう。あと、あのケナ太郎を呼んでね、あのナーガと戦ってもらいます。よし、ケナ太郎いるかな。ケナ太郎、気づけ。もうぶっ壊してやる、ここ。おら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 おこれくれるの？そう、それでこっちこっち。よしよし。待って、しかも円ちゃんとついてる。さあ来て。まずはこのトロッコに乗ったら洞窟があるってこと？そうやそうや。またくれるのか。よし、来た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 。優しい。来い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 。ケンタロウ。ラララララ。遅っ。早く。わあ。さあ。え、あ、そこ？ここここ。ここなの？全然、早く早く。なんだなんだ？よしよし。え、ゆっくりすぎない？あ、やばいやばいやばい。あ、止まった。やばい。押せ押せ。なんだこれ？ナーガリスポーン、いけーナーガ。うわうわ、なんでこいつ、あー、バケモン。さあ、ケナ太郎 VS ナーガ。あ、ねえ、あ、え、逃げてった。こいつでいいや、もうようわからんけど、いでよ。闇の組織のボス。あ、やばい、やばい、頭に乗っちゃった。なんか、あ、こうなったら俺が直々に戦うしかない。なんで？お前全部悪口聞いてたぞ。え、なんでお兄ちゃんこんなとこにいんの？え、なに、怖いの怖いの怖いの。バーグの正体は俺だ、ケナ太郎。おら、かかってこい。待って、さっきの悪口聞いてた、まさか。全部聞いてたぞ、ケナ太郎。やばい、ごめん。おら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 、あ、クリエイティブだから当たらないにょーん。あー、そういうことか。おらよ。やー、